いや、奥座りな。奥座り。トイレ行ったし。あれ、シーシャがそうでした。はい。シーシャそうでした。シーシャついたいって。ああ。シーシャで。これゆかりっていうすごいTikTok の有名な人なんですけど、結構酒強いからシーシャでマジこうパーンっていっちゃうような、パーンっていっちゃうような、ある？パーンっていっちゃうやつ。さっきで仲間っていう女の子っていきなり来た瞬間チューしてきてパンになったかと思った。危な。やばかったな今。出会い頭に注意してきたな。すごい綺麗な子だった。ちらっと見たけど。そう、すれ違った子、すれ違った子。すごい綺麗な子。これさ、5番とか、後から番とかあるからね、やばいよね、ほんと。怖い怖い怖い。閲覧多い人から潰される。落とし自分で切ったけど、後から番あるから。通報番。やだ。怖いね。みずにゃんの彼女って言ってた。でも付き合ったことないって言ってたのどっちなのかわかんない。まあでもああいう子が面白いんじゃない？うん、あの子が。まあね、ゼロワン君と須田君はバトルしてた。ボロ負けしてた。一回ぐらいね遊んでるの。ゼロワン君のこと好き？俺超嫌い。私も嫌い。嫌い同盟。なんで嫌いなの？散々ふわっちゃん的にいじめられたからね。じゃあ私と須田君のこと好き？でも別にゆかりは好きだけど、須田君もちょっと意地悪なとこあるからな。なんか元の根っこの部分がそう。そういうのないじゃん。いやー、トゲトゲしたもん。まだラグい？良好だけどね、こっちは。もしやだったら、これくるくるするのゆかりの枠でもいいかも。かわいい。ほら、飲み方。どこ？ボッチャみたいな、いいとこのボッチャみたいな飲み方するね。かわいい。シーシャそう、シーシャ。めっちゃ久しぶり。あれ以来かな。ゼロワン君とシーシャ以来。ゼロワンさんともデートしたんだ。ここで。ここで。そう。でも今は嫌いだから。ゼロワン君。何アゲイン。まあ遠くにいるから大丈夫。マスターが持ってきてくれたら。シーシャの何がいいかよくわかんないけどね。ちょっと吸ってみてよ。いや、結構吸ってた昔。煙だけはなんかね、配信外に出して。シーシャ欲しいね。今やってるんで、ちょっと。あ、ごめんなさい。あ、すいません。いただいてると知らなくて、ごめんなさい。酔っ払ってて。ごめんなさい。飲むか、しゃあねえ。付き合ってたの俺からしてないからね。かわいい。ホロエイ買っててかわいいんだけど。ホロエイ買ってる。ホロエイ 3% 桃。桃買っててかわいい。3% の。5%。あ、それはね、5%ね。5%。これでね。眠くなっちゃったらどうしようと思ったから軽いの買ったの。かわいい。マジムカつくわ。こっち 5%。かわいい。みかんのお酒。果汁 180%。かわいいわ。ねえ、ルイージ君一途だったら最高なのにな。話も面白いしさ、不安にさせなかったら最高なのにな。一途になったらじゃあ俺のこと好きになってくれる？絶対なれない。ほらね、無理だよほら。うん、なれだもん。だから俺もなれないよ。違う、なれない。違う、だからならない俺も。違う。なってくれるんだったら俺もなる。なんかお話ししたときに、もう俺は好きな人できなくてってで、もうなんかそういう関係になってもう 2,3 ヶ月で飽きちゃうしっていうの。そんな人とさ、なんかその先進もうって思わなくない？普通に考えて。ゆかりだったら一生一緒にいれるよ。口だけ、口だけ。ガチで口だけ。うん。と思うけどな。なんか、もうちょっと須作と付き合うまで時間が欲しかったね。やっとな。引き合わせたんじゃん。違う、仲良くなって、あんだけ家も近いから楽しい未来が見えてたのに。いろいろこう、なんか仕事とか教えてもらったりとか、違う世界を見せてもらえそうだったんだけど。引き合わせたんじゃん。引き合わせなければなってなかったよ。二人とも閲覧低いままバトルやってたと思うよ。だからキューピッドなんだよ。俺がキューピッドでもあり、別れさせるデビルにもなってやるや。キューピッドとデビルは新しい。うん、キューピッドでもあり、お前らを別れさせる悪魔の使いになってやるや。それは新しいわ。うん、みたらちゃんが1ヶ月昨日で休止したじゃん。配信。あ、知らないの。なんとなく鳩は飛んでたけど、私はもうサブスクも入ったんで。ゆみりさんの？うん。全部話聞いたけど。C 型からのやつ？治療でしょ？それだけ？まあ簡単に言うとそんな感じだけど、なんか妊娠説とかもあったけどね。ルイージ君はしないの？サブスク全部ばっ私なんか最速サブスクが見たくて。最速サブスク、うん、サブスク記録とは例えばなんか1時間で1000に行ったとか。でもいけるじゃん。いけないね。いけない？絶対いかない。サブスク入ってくれるな。私入るよ。200人いればいい子だね。須作何人閲覧サブスクやったら？サブスクは1ヶ月で400まで伸ばしたんだけど、もう1ヶ月で200に減った。めっちゃ難しいね。そう、減っちゃうから減らない企業努力が必要だよねっていうね。釣り手やってたからね、彼はね。そもそも見たいんだよな、TikTok で最速記録。なんでしないんだろうってめっちゃ思う。プリコさんとかで何人サブスクで？今どうだろう、分かんないけど1500とか2000とかで。閲覧どんくらいなんだろうね。閲覧は分かんないけど、私の勘だと、勘って言ったらあれだけど、パッとたまに見る環境と、まあどうせ1500がすごいね。まあなんかジョージいるから。サブスクで1500はすごいよ。でも私ね、聞いて、私2年前からやってるから、もともとプリンス小屋さんも300から始めてるからね。トップライバーとして300から始めてて、500になってて、800になって、1000になって、1000になったタイミングがほんと半年前ぐらいだったんです。なんか2年肌感だけど、俺も400から500、600がすごい大変だったけど、800いったら2000までが早いの。多分そうなんだと思う。だから常夏くんとかもそう、ずっと300とか500っていうのを見てて、私はね。でそこから急に800から1500までいった。そうそうそう。800からもなんか早いんだよね。早いね。これだから、クワッチでもそうなんだけど、運営のいたずら。おすすめのいたずら。運営の数のいたずらだと思ってる。そう。なんか誰かが終わると誰かの枠に来る。っていうのがマジでわかりやすい。何を怖い、また来てるって何なの？で俺すぐ顔赤くなるから。顔赤くなってすぐ眠くなるから。エミリさんの枠にエミリスがいるってこと？どこがいるの？じゃあルイージ君だったらサブスク配信何する？いや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 、これはいつものゲートや。これはいつものゲート。これはいつものゲートなんだけど、サブスクちゃんと見てる俺の配信みんな。もうずっとエミリさんの話。で、サブスク配信って何しようと思わん？何する？何も変わんないと思う。じゃあコメント数が減ってちょっとこう人気な人ってサブスクでもっと交流が深めのでルパンにしてるんだよ。例えば橋本環奈に似てるすっごいアイドルで可愛い。わかるわかる、あの子とかはサブスク配信はコメントが流れないようにするためにサブスクで配信してみんなと交流を深める真似してる。これは一番いいかなと思うんだけど、でもルーチ君はさ、配信者のトップロだし面白い配信しかしてこなかったから、何するんだろうってワクワクしちゃうよね。正直サブスク登録したら何してくれるんだろうみたいな思っちゃうくない？どうなの？常に全力だからサブスクだけに特別力入れるってできないな。だよね。むしろサブスクじゃない方に全力で力入れたいもんな。ちょっとよくわかんないけど。だってあれじゃん。そこからファンが増えてくれるんだから。何に力入れようとしてるの？わかんない。いや、配信。もうこのその場でも常に全力でいなきゃって思っちゃうな。もうすごい俺らのこと考えてないね。もうエミリさんのリスナーが来たらみんなそっちに夢中になっちゃってるってこと。サブスクでより配信いいかもね。みんなサブスク抜けていくってことでしょ。サブ限でよれ配信、ちょっと見たいけど。だってよれたらギフト投げないって人すごいんだもん。だからいいじゃん、サブスクでギフトもらってるわけだから、それはめっちゃありだね。一回一緒によれてよ。いやマジでやばいよ。別れたら全然いいよ。幻覚半端ないよ。この間もうちに来た子に何回何人って聞いたかも。みゆ最近来てないね。最近っていうかあんま目立たなく、さっきまで来たけど、そう常に最初トップにいてくれたの。幻覚そう。これ何の香りなの？これはうちのオリジナルのバニラっぽい。ね。いい香り。はい。はい。今日行った。いつも常に行った。コンセントそこ。煙版ってあんの？なんで見せんだよ、これダメだよ、バンやったら。え、でも、煙見せなければ大丈夫。しきちゃんみたいに、こう、なんか、伝えて、煙を見せなければ。あ、そう。美味しいわ。久しぶりにシーシャスか。それマウスピースつけていないやつですよ。ですよね。これか。こういう時こそクッキー配信。二人して店長と一緒。そのまま直睡して。なんだ俺すぐ赤くなるんだよ。酔ってないんだよまだ。美味しい。甘い。デザートみたい。甘く感じる。なんか香りがすごく甘い。吸い方が。そうもっとほぼ。違う。それの吸い方になっちゃうから分かる。それの吸い方分かる。こう肺に溜めてで溜めて吸いたくなっちゃうんだよ。多分シーシャって肺に入れないんだよね。分かる。シーシャって肺に入れないでなんか味わうんでしょ。その吸い方ができない。わかる。練習じゃないんだよこれ。もう癖なんだよ俺の。朝吸い方朝。なんかそれはできるだけ肺に入れてないといけないの。いい香りだけどなめっちゃ。朝配信が怪しいかもしれない。めっちゃいいね。ゆかりに吸わせたいわ、そっちを。シーシャじゃない方。何を。いや、別に。シーシャ吸ってます。めっちゃいい香り。クッキー吸わせたいわ。いや、クッキーはいいです。怖い。怖い。なんでお酒が怖くないのに、そっちは怖い。怖くない。どっちが合法？どっちも合法。すぐそこに行ってる。買いに行く？いやもう今日はいい。今日も酔っ払ってるから。そっちは許してくれない。わかる。バニラ食ってるからね。バニラアイス。はい。ちょっとタバコっぽい匂いもあるね。甘いだけじゃなくて鼻から出すと風味がね。タバコ苦手？吸ってないからね。全然タバコことのないけどね。クロロはこれ4時間ぐらい吸ってんじゃん。ずーっと。あんまそんなね。まあでもあれか。食べたくない人はこれがいいのか。デザートって感じだね。クロロ好きなんだよシーシャ。なんかなんなら自前のなんかこうブレンド作ってるくらいだからねクロロ。オレンジ着てるから余計赤く見えるんじゃない？小西君はなんか臭いとか言ってこない。臭い。臭いって言われる。お酒臭い。何臭い？ありがとうございます。すべてにおいて臭いって言われる。ゆかり臭いの？全然臭くないよ。香水とかつけないの？つけてるよ。今つけてる？チャンス。チャンス。お、シャネルそこ。俺はチャンスのザラでの類似品つけてる。これいい匂い。めっちゃいい匂い。なんか安いからたっぷりつける。10プッシュぐらいつける。めっちゃいい匂いこれ。でもチャンスに似てないよね。俺2個ぐらいもらってんの。そのチャンスに似てるザラのやつとモートンってやつ。じゃあもうこれ汗臭いのも入ってない？ちょっと汗臭い？正直言って。もう一回嗅がす。嗅がして。ちょっと違うな。でもいい匂い。いい匂い。チャンスのがなんか深いな。そう、スパイスがあるよね。なんか。深さがある。深さがある。ゆかのどこが臭いか今日嗅ぎまくっていい？そこじゃないんじゃない？もしかしたらお酒臭いだけじゃないんじゃない？もしかしたらそこが臭いかもしれないし。ね。ちょっとね、そこはちょっとそれだけ嗅がせて別に何もしないから。そういうのはちょっと、ね、違うね。ここはプライベートで検証しないと。そしたらね、あそこ本当に臭かったよって言えるし。そういうところの話をしてないかな。うん、分かった。デリカシーなくてごめんね。ごめんね。どっか欠点あってもいいよねって。そんなパーフェクト。いやー、なんかさ、ピックアップするコメントも優しい。本当に。ちょっと根っこがあいつ性格悪いからな。根っこが。本当に。俺根っこが一人っ子だからさ。あ、一人っ子だよ。須田君も一人っ子なの。しかも、お父さんいない。俺と似てるじゃん。あ、そうなの？うん。お父さん早めにいなくなったけど。なんであんなっちゃったんだろうね。もともといないみたい。おお。全部入っちゃう。どう？おいしい？まあまあ。おいしい。おいしい。生活保護来いよって何？どういうこと？ヘルシーだからね。ヘルシー。まあカロリーゼロだから。タバコじゃないし。それをヘルシーっていうのはある。健康的。害はない。これは？これ何？コーラ。これ飲まないの？これも飲んでる。これもいやコーラじゃないよ。お酒ない。コーラはい。ちょっとなんかお酒によれさせよう。買い物にならなくさせよう。絶対使えるから。あ、そうなんだ。すごいね。絶対使う。違うね。狂い立たせるから。もう無理だよ。すぐ無理だよ。若いのに。そこだけに命かけてるから。すごいね。てか2人ともさ、長く飲みすぎじゃね？長いよな、2人ともな。これ飲んでもらわないとほろ酔い。ま、ここで飲んでるから、ここで店長のコーラ入る。飲めよ。飲むよ。私が飲んでるんだから飲めよ。さすがにコーラに入れて3%で酔えると思うなよ。3%じゃ全然だからこれ3%じゃないからコーラ入る。コーラはゼロだけど、このほろ酔いもなんか3%だから、そうもっとだって、もう泥酔してるゆちゃんに赤ワイン半分飲ませたからね。あの時、俺と須坂はマジで目を合わせてずっと、やべえ、あいつやべえと思って。ゆちゃんを売ったからね、俺に。うるさいな。これ酔い方かわいいんだ、これ。これ一日先っぽ交換するの嫌だね、めんどくさいね。喉痛くなってこない？喉痛くなんないよ。だってシーシャだよ。タバコじゃないんだから。タバコじゃないんだよ。ペンギンね。可愛いね、ゆかりね。どっちがいい？ペンギンがいい？それともゆかりがいい？なんかボディーラインがはっきりするワンピースがいい？黒の。でもやっぱり最近俺って結構流行り物が好きっていうか感化されやすいから、最近やっぱなんかショートだけのさ。お腹が見えてたりとか、タンクトップみたいなお腹が出てるのを見るとやっぱキュンとしちゃうね。それは若い子だよ。わかる。いやーさ、やめてほしい。何が？やっぱじじいだな。違う。なんでかっていうと、誰でも着てるじゃん今。そんなのさ、30代、40代着れると思う？ゆかりは着れるだろ。いやもう本当に勘弁してほしい。着れないのこれって。着れるわけない。四季さんだって着てるじゃん四季さん。着れるわけないやろ。アロハ着たりずーお腹出し着てんじゃん、しきさん。なんでしきさんのことバカにしてんの？違うって。うん。ゆこりなら全然いけるよね。年齢コンプレックスだって。いや、それはね、短いのを着るときは、下にインナー着てるわけ、こっちはね。やっぱりさ、なんか。ゆこり着れるよね。は、流行りをさ、取り入れないとちょっと老けて見えるから、それはさすがに取り入れるけど、あからさまにお腹出すっていうのは無理だよ。インナー着るもん。インナー着ます。着るって、まあ、でもゆかり何着てもおしゃれだよね、なんかね。ゆかりの服に目がいかないけど。それ何なの？なんかブランドなの？ペンギン。何のブランドなの？なんか40年ぐらい続いてるブランド。なんか言ってなかった。シーンの服着てるみたいなこと言ってなかったこの間。それシーンだし。上も下も。案件ですか？案件？この服を売ってくれってこと？言ってる、言うだけ。でも、ルイージ君の眉毛も私、今営業したから。ありがとう。私の好きな眉毛サロン。間違いないから、今ね、本部で検討してます。ルイージ君の眉毛案件。なんか前調べた時は一番芸能人でかっこいい眉毛がガクトだったんだよ、けどからハイドの眉毛、かっこいい眉毛って誰？自然な眉毛だよ。これ自然じゃないのか。ないもん眉毛。この眉毛自然じゃないの。この眉毛自然じゃないの。眉毛はね、ちょっと足すだけでいい。ここ暗いから眉毛見えないね。でもやってほしいな、コラボレーション。何のコラボレーション？ルイージ君と私が本当に素敵だって思う眉毛サロンのコラボでよろしくお願いします。ちょっと今営業した。ありがとういかり。絶対、はい、一生ゆかりの味方でいるね俺。誰が何と言うと、どんな立場にゆかりが行こうと、ゆかりの味方でいるね。なんか、いろいろ営業するのに何でも言ってください。なんか、なんていうの、熊取も絶対絞れた方がいいと思う。でもかっこいいけどな。かっこいいけど、いろいろやれることあるけど。肌も汚いし、いろいろやってよ、ゆかり。いや、肌綺麗だよ。そういうところが、なんか肌綺麗だけど、なんかゆかりの彼氏って羨ましいなと思う。須田くんがしてた、こうね、ここにいろいろヒアルロン酸入れてた。大丈夫？ちょっとトイレ行くわ。アホが。ふわふわっちっていうのばっかり。俺、あの人にめっちゃ絡まれたから、喧嘩すごいついてきて。でも、ふわっちは負けちゃダメだから、ね、もめんならこっち来いよって警察連れてった。酒癖悪いんだよな。そう、ミキ。いや、俺に来てないから、ざまとかないから。M1 に。でも、あんなんばっかりだ。ワッチに。だから、ワッチで、クソとわからんないとか、わけわかんないやつ、下の層が多いから、相手にすんなって。彼は、そう。うん。めちゃめちゃ。あ、そうなんや。ミキと、テンストさんと水にあの彼女なんだっけ、名前すらなんとから佐々木らんだっけ、大丈夫。ゆかりは俺が守る。出てくるときだけミュートにした方がいいの。何で場になるか分からん。まだいるんじゃない多分。まだ配信してるよ。もう眠いからね、多分あれなんだね。あ、寂しいからやっぱ配信でつけちゃうよね。いやでも俺最近思った。ツイキャスも民度低かったわ。やっぱ匿名コメントがあると民度低くなるね。なんか、なんか原始人って感じ。うわ、ほら。煙ちゃん？やばいな。一回切る？いや、一生切ってもいいけど。ゆかりが不安じゃないなら切るけど。いやでもこれくらいはね番にならないから別にいいんだよ。首かしげてる。ゆかりが朱雀と俺をコラボさせようとしてる。10分したら消える。煽り合いになるから俺好きじゃないんだよ、喧嘩配信が。確かによくない。明日朝配信ね、分かんない。起きればやるけど。コラボ申請出すって、うん、もうあ、送ってきてよ。ゆかりもめさせるよな。今コラボ申請できるようになってるんですか？なってない。なってないんだ、ダメじゃん。上がってる小窓に電波が上がってしまう。あ、そうだよね。だから。ラグイン。警告来てる。やっぱり生きたように生きようぜ。思ったように発言できなかったら本当に苦しいだけの人生。一度きりの人生。発言してること発言してさ。リンクぶるよ。手のひら返して、思わずお前そんなやつじゃねえだろみたいな。お前ほんまそんなやつじゃねえだろみたいな、腐ってんだろみたいなやつがさ、このよわしのものだよって言ってさ、足のあらだよそれは。ラッパー。あ、朱雀からコラボしてきた。俺の新しい彼女。ゆかり。TikTok で一番売れてる女。そうだよ、林村。41歳でこの美貌だよ。超美魔女。3000人は俺の行くわ。まあ俺と一緒にいるときはまあ4000、5000人。すごい。この書き方が物語ってる。まあ、もう家も近いし、いつも通りだよね。使ってんの？はい。はい。使ってんの？はい。マジで？はいはいはい。まあでもお互いガチ恋がいるからな。何なんですよ。何なんですよ。顔赤いのに。大口叩けるの25歳でも俺だけ何歳わかる。俺のカリスマ店長すごいから見ますからね。俺が目つぶっててすんごいマスターがすんごいいい写りばっかりツイッターだってダメやん。ルイージ呼んでこいよって言ってるよ。ほら。来てくださいだろ、来てください。それな、それな。来てくださいって言うんだったら言ってやるよって言っといて。来てくださいだろって。気をつけて。これ生活のおばさん。さよなら。そんなことできない。お前怖いよって言ってる。やばいよ。これお酒か。これもかもしれない。これかもしれない。お酒のやつかもしれない。タバコかお酒か。これ全然の酔ってないんだよ。赤くなるだけ。遅れないって言ってる。そうだよね。小股いるんだもん。遅れないよ。意地悪だよね。俺が？違うんだよ。電波悪くなるんだよ。それなの。行こうとしてるんだよ。だってさ、俺悪口言うつもりないけど、須坂が悪口言ってきたら言い返さなくちゃいけないじゃん。だから喧嘩になるから俺は喧嘩したくないんだよ。ああ、めんどくさいよね。お互いに気持ち悪くなるじゃん。確かに。だるいよね。なんか須坂が普通に話してくれるんだったら普通に話せるんだけど、お互いに嫌な気持ちにするのはそうそうそう。俺はね、お酒のあれかと思うんだけど、俺平和主義だからさ。そう、仲間さんいや、でもこれがゆかりだから、ゆかりは悪くない。なんかリクエスト来た。こっち熊野でなんか言ってるよ。おっさん調子乗るって、バズったら調子乗るって言って。調子に乗ってないからな。全部レジェンドに対してまさきな、こいつ調子乗ってんだよ、こいつ。誰のお金でそこまでいけたと思ってるの。あ、消えた。タバコバンが、タバコ計画が消えた。謝罪するらしい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 ですよね。すいません。水木ちゃんにでしょ、俺じゃなくて。おい。謝罪する人おかしいやろ。あんなやつ言ったろ。飲みすぎた。かわいい。ちょっと移してていい？すいませんでした。サバが作ってまたチャージしてください。よいしょ。なんかトイレじゃない。なんか女性と話をするとトイレ行くね。やってくれたな、お前。やってくれたな。何がだよ。私の冷静な心を。なんだよ、冷静な心。今日もう普通に仕事して寝ようと思ってたのに。冷静な心をかき乱して、楽しい？楽しい？お前酔いすぎだろ、お前水飲みや、お前まず。お前水飲めや、まず。一旦ウォーター勝ち込めよ。いや、それテキーラや。それテキーラや。ひどいよ。あれはひどいと思う、正直。エミ太郎って言われてるよ、エミ太郎になってるやんって。まあ、自分さ、連絡先交換したでしょ。でねえよ、だから連絡先わかんねえから教えてくれよ。わかんねえから、インスタ教えてくれよ。俺見てねえからわかんねえんだって。絶対見るなよ、インスタ。だから俺見てねえんだっつってんだろ。でも正直好きだったでしょ。タイプだったでしょ。タイプじゃねえ。あれもたまたま横に座ってね、配信的に面白いからやってるだけじゃん。あんな分かってんじゃん、自分も。元彼ともどっくらい言ってるわけだしさ。分かってないよ。何言ってんだ。私はもうそれのせいで今日もうお酒飲んでるわけ。控えてたのに。控えてた。3日間。妊活したくて控えてた。そんなふらふらなんかその辺の女とイチャイチャそういうの見させられるともう私ももうイヤーってなるわけ。わかる？そういうの見たくないから。見たくない。全然見たくない。そういうの。こっち真剣なんで。真剣。もうどうでもいいよ、マジでもう。お前さ、元カレとどっくらい見てた。俺はさ、横についた女の子がね、こう乗り気で、ね、飯もおごってくれてさ、こう配信こう盛り上げてくれてさ、前向きにさ、配信やってくれてるにも、それ分かっててさ、なんかそうやってさ、まあそっちもエンタメでやってるんだと思うけど、それでいいじゃん、別になんか、ウィンウィンで。お互い配信盛り上がったらそれでウィンウィンでいいじゃん。でも帰ったんだったらいいけど、連絡先交換した？連絡交換してからわかんないだって言ってんじゃん。配信回してやってたから、リスナーさん見てっから交換してないんだったら。交換してないんだったらいいよ。だから交換してないって何回も言ってんじゃん。絶対に。だからインスタもわかんないんだって。こうやってゆかりが知りたいって言ったから、こうやって画面に見せたけど、俺何もやってねえから。明日チェックして、明日か明後日か帰ってきたときにチェックしていい。いや、もうね、潰さないと、ほんと浮気されるから、それをもう知ったんで、潰して今帰って配信してんじゃん、そうやって。分かってるからやってっから、こっちとら。でも寝るまで配信してね。で、この後、そういうさ、パーティーみたいな、クラブ行かないの。はい。はい？何これ？そう、ルイージ君枠なんだけど、ルイージ君は今女の子とイチャイチャしてるから外で、だから私が繋いでんの。うるさいな。ルイージ君は女の子とイチャイチャしてんだよ。ルイージ君も帰ってこないの。ただそれだけ。どうしてんの？連絡先交換してないって。いつ帰ってくんの？もうマジでもうなんか、もうハウスあ？行くなって、旅行に。何？旅行に行くなって。旅行に行くなって、そんな、俺そんな自由ないんやったら続かへん、無理。それも俺最初に言ったしね。俺は自由。浮気も OK。浮気で OK じゃないと無理ですって言われたんだよ。やばない。はい？浮気 OK じゃないとダメですって言われたの。言ってねえよ。お前さ。やばない。お前がやべえよ。私は浮気別に嫌だよ。普通に無理。お前はしてるやんで。私してない。嫌なこと言いましたね。だるいもん。浮気なんかだるいから。めんどくさいもん。そんなことしないよ。ないね。いや、無理だよ。ダメ。ルイージ君の16連勝が。ルイージ君の16連勝がやばい。やばい。ルイージ君の16連勝。じゃあ、ジェンダー整った。みんなで楽しもうぜ。今日という京都の夜を。行かねえとな。待ってる。俺一人旅まだ楽しむぜ、みんな。一緒に楽しもうぜ。名残惜しいけれど最後の一本でこれ吸ったら帰ろう。全員タップよろしく。画面タップからチームゲートよろしく。明日から頑張ろう。そんなこと言ってよ。女の子とイチャイチャしてんだよ、他で。イチャイチャしても若いエキスを俺振りまいて、いや、この中にぶちかまして、いや、旅配信楽しんで、言いたいこと言って何が悪いのあいや、TikTok ライブ配信盛り上げるこのプラットフォーム。いや、盛り上げるために800人盛り上げて WhatsApp よろしくね。いや、17人早くバラ行ってよ。頼む、絶対これは勝つべくして勝つバトル。こんな感じでアップをしてる。韻を踏んでる韻の連打が大事。いや、俺はスーパースター、ニュースター、TikTok こやつを待ってたんだろ。名残惜しいけれど最後の一本でこれ吸ったら帰ろう。ナイス3倍かますぞ。いけてるメンバーかますぞ。絶対3倍いこう。3倍いけてるメンバーかますぞ。そう、桜ができたかぞ。21連勝かろうぜ。みんなでかろうぜ。全員出てきて3倍。まだ投げてない人全員出てきて。マジ頼む。おもろいと思ってる人、おもろいと思ってる人出てきてほしい。そう。私が出てると、私のアンチの、投げ師とかいるから、ギリギリ気をつけてほしい。マジで。なんで、ミュージック早くって感じなんだけど。帰ってこないから、もうしゃあないな。アンチ気をつけて。私のアンチ、逆投げするから気をつけてね。うん。私のアンチ、逆投げするから気をつけて。ラスト頼ます。30秒。30秒。絶対言っといた方がいいよ。絶対に言っといた方がいい。うん。危ないよ。絶対言っといた方がいい。うん、絶対言っといて、ちょっとでも言っといた方がいいから、ほんまに。最後、ラスト、あるからね、まんちゃん。あーくまナイス。しゃ、ともゆき、差し込み、分かってんね。分かってる。ミュートで読まさせていただきます。MVP、ともゆき。さんがいなきゃやってけないビル・ゲイツですよね。はい、存じております。 5.9K ミストゲットですさっきちょ待って本人じゃあザッキーありがとう。ピコピコママザッキーありがとうね。ミーザッキーいや、ほんまに使い切ってくださいね。お願いしますね。お願いします。クマさんありがとう。エリナありがとう。スプーンオッパーありがとう。ひめちゃんありがとう。ユーザーちゃんありがとう。てんちゃんありがとう。あがりありがとう。きーちゃんありがとう。さんありがとう。休憩してますからね。うん。はい。あ、レイジ君休憩してるんだよ。いや、寝てるのよ。ちょ、それはないよね。さすがに。レイジ君、起きて。起きないんだったら映すよ。それはないよね。レイジ君、はい、来て。はい。スザクに勝ちました。レイジ君のファンの方が。